どうも皆さんこんにちは。アガルートアカデミー専任講師の豊村啓太です。今回はですね、アガルートの全国模試について、お話をしていきたいかなと思います。前半戦では結構アガルートの模試っていうのはどういう特徴を持っているのかなっていうのをお話しした上で、後半戦はね、一般論として別にアガルートの模試に限らず、模擬試験を受けた時の例えば復習するポイントだったりとか、どういうところに重点を置いてやっていけばいいんですよと、あるいはまあ模試を受ける回数とかもね、どっかで織り交ぜて話していきたいかなと思います。まあとはいえトータルでそんなに長い時間は取りませんので、ちょっと聞いてみられるといいかなと思っております。はい。アガルート全国模試実施するんですけれども、アガルートの模試は、全1回なんですね。全1回です。はい。これ毎年です。これ毎年です。はい。全1回で行います。うん。でこれはね、皆さん全1回で、1回って少なくないかなって思われるかもしれないんですけれども、これはあえてなんですよ。あえて1回だけにしてるんです。あえて1回、あえて1回ってことなんですね。もちろんこの中にね、今年の出題可能性のあるものをぐっとこの1回に詰め込んでるんだっていう意味ももちろん含んでます。もちろん含んでるんですよね。うん。これ1回っていうのはあえてなんです。どういうことかっていうと、上がるとほら合格者がバーっていっぱい出てるから、合格者 のインタビューとか合格体験記とかって皆さんご覧になったことあるかもしれないですね。あるいは他の予備校レックとか伊藤塾通ってる人も、見たことあると思うんですね。自分のね、その行ってる予備校の合格者の体験記とか読んだことあると思うんですが、割とね最近の合格者っていうのは一つの予備校の模試を受けるというよりは何個か、例えば2個とか3個とかの予備校を、模試に関しては受けてるって方が多いんですよね。うん。これもちろん理由があって、割とその予備校ごとの癖というかね、難易度とかそういうのもちょっと違ったりもするわけなんですよ。ですからあえてその自分の通ってるところプラス1校とか2校とか選んで、模擬試験全国模試に関しては、複数校を利用されてるよって方が合格者の方で非常に多いんですね。これは別に最近じゃなくてもうずっと僕がこれ、指導というかそのここでね講義やるようになってからもずっとレック時代からそうだったんですけどね。うん。っていうことなんですよ。ですから言ってみればアガルートの受講生、アガルート受けてるよっていう方も、合格者の多くは他の予備校のね模擬試験に関しては受けに行かれてるって方が多いんですよ。でその時に、つまりアガルートの受講生からすれば全1回じゃないですか。全1回で終わるわけだから、これをいつでもいいんですよ。7月でも8月でもいいからきっちりと時間を計って受けていただいて、でその上でレックとか伊藤塾とかタックとか、いわゆる大手っていうんですか、大手の模擬試験に言ってみりゃ何でしょう、道場破り的な感じで、道場破りって言葉がちょっと、悪いんですけれども、頼もうみたいなね、なんかもう昭和のなんか空手漫画みたいな感じですけど、頼もうっつってね、どれどれレックさんの模試はどうですかなんつって、自分の力を試しに行くというのに、あえてほらここ1回しか設定してないから他のところの模試受けやすいでしょね。大体全国模試って他の予備校ってどうでしょう、全2回とかで行ってるところが多いんだけど、ほら1回だとさ、他のところちょい足しができるじゃないですか。できますよね。でそうですね、合格者の方で受けられてるのが多いのは比較的アンケートとかだとレックとやっぱ伊藤塾が多いかな、レックと伊藤塾が多いかなと思いますね。あと市販本の方も多いですよね。市販の模試、市販の模試って分かりますよね、本屋さんに売ってるやつです。出てますよね、レックとか伊藤塾から出てるじゃないですか。3回分入ってるのかな、3回分確か入ってるやつあるじゃないですか。それでもいいんですよ別に。特に通信ベースの方とかちょっと校舎にね通学の模試に通えないっていう方は別にそれでも全然構わないんですよ。構わないですよね。うん。でいいんですよ。でその時にこう道場破り的な感じでこう受けていただければいいかなと思うんですね。こういう感じでね、タックでもいいですよ。タックでもね、こう大手の予備校の模試に自分の力をまさに試しに行くと。でだからあえて1回なんですよ。あえて1回だから身動きが取りやすいでしょ、フットワークが軽くいけるでしょっていう感じです。で逆にこのレックとかにね通ってるよって言われる方からすればね、レックとかに通ってるよっていう方からすれば1回だからね、1回だからいろんなスクールの模擬試験受けてみたいな、全国模試は受けてみたいなっていうんだけど、全部がさ2回とか3回ずつあると結構ヘビーじゃないですか。あそこの予備校のやつもちょっとねやってみたいんだけれども、3回は多いなとかっていうのあったりするじゃないですか。で1回なんでね、ちょい足しっていうかな、ここね、ここに関して、いわばちょっとちょい足し的なところでぴったりの回数なんですよ。1回っていうのはそういう意味なんですよ。だからアガルートの受講生も動きやすいし、他の大手に通ってるような、独学の人でももちろんいいんですよね。独学の人でもいいんだけど、他のところ通ってる人も比較的動きやすい、この1回だったらね取り入れやすいでしょ。ですよね。だからアガルートの模試っていうのは毎年1回なんですよ。
そうなんです。なんか、手抜いて1回にしてんじゃないかとか思うかもしれないけど、違うんですよ。ちゃんと意図があって1回なんです。本当に、だから1回なんです。はい。ね、だから模擬試験に関しては合格者の体験記読んでも分かるように、あれ結構大手のね予備校さんの模擬試験、全国模試は受けられてる方いらっしゃいますので、ぜひね、上がるともし1回上がるとの受講生はレックでも伊藤塾でもいいし、まあ、あるいは両方受けてる人も多いですよね、うん、とかあれ市販本でもいいですよ。市販本でもいいので模擬試験なんかにプラスアルファでチャレンジしていただければいいのかなと思います。で逆に他の大手のこう予備校とか通ってる人っていうのは1回ですからね、ちょい足しにちょうどいいのでぜひご利用いただければいいんじゃないかなというふうに思っております。もちろんねピシッとね予想を立ててね今年の出題が予想されるところを、ピンポイントで狙って出題予想を立てていきますんでね、ぜひこの1回の模擬試験を利用されていけばいいかなと思っております。はい、じゃあねこの話の後にはね、じゃあその復習のポイントだったりとかね、そういったことに関してお話をしていこうかなと思います。はい、じゃあね、模試のガイダンスの後半はですね、まあ、どのぐらいの復習をすればいいのかとかね、何回ぐらい模試は受けるべきなのかみたいな話を、軽くしとこうかなと思います。あんまりね、負担にならないように短い時間で済ませようかと思います。復習なんですけれども、まあ、模試復習はね、もちろん大事ではあるんですが、結構ね、意外と大事なポイントなのが、時間をかけすぎないってことですね。時間をかけすぎない。皆さんは、まあ、そもそもまあテキストでしょ、条文でしょ、過去問集、それから問題集っていうのがあって、その精度をどんどん上げていかなきゃいけないじゃないですか。でなのに模擬試験に例えば1週間復習使いましたってことになれば、例えば模擬試験5回受けたらそれで5週潰れちゃいますよね。それはちょっと本末転倒なので、時間はかけすぎないでやっていきましょうということになります。じゃあどんなものを見ていけばいいかっていうんですが、各予備校で例えばランクがついてるとしますよね。ランクがついてる時に、例えば A ランクのもの当然中心に見ていく、それから正解率がもし出る、成績処理っていうのがあるんだったら、正解率で言うと 60% 以上、つまり A ランクとか正解率 60% 以上で間違えてしまったもの、これは見直した方がいいと思います。これは見直した方がいいです、ね、行政書士試験っていうのは6割取れば受かるんですけどね。つまりそれって大事なのは何かというと、みんなが取れる問題を落とさないってことなんですよ。みんなが取れる問題を落とさないってこと、それまさにこの基準でちょっと言ってみればいいと思いますね。模擬試験に関してはね、でとにかく時間をかけすぎない、逆に正解率ものすごい低いものとかっていうのはもうさらっと読んでもうそのぐらいで済ませておくということです。であとね、各予備校のね模試受けるときに結構意味があるのがこの整形者なんですよ。整形者、これね、言うまでもなく情報通信とかさ、情報法のあたりっていうのはかっちり復習してもらっていいんですよ。情報通信とか情報法のあたりは、間違いないように復習してもらっていいんですけれども、整形者に関しては各予備校割とこう山を張って出題してくるわけなんですよ。なのでその整形者に関してはちょっと解説を読んどくっていうのは大事かもしれませんね、これはね。で整形者っていうのは講義でも言ってるんですけど、めちゃめちゃ細かい数字を覚えていかなきゃいけないわけじゃないんですよ。法律系科目とはそこが大きく違うんですよ。法律系科目は例えば、じゃあ秘密会はどんなんでしたっけ、要件はなんつってね、出席議員の、なんか過半数よりは多いぐらいじゃなかったかな、じゃあ全然ダメですよね。そんなじゃやっぱ全然ダメなんですよね。だから法律系科目っていうのはカチッカチッとこう数字だったりっていうのを抑え込んでいくっていうのが大事になってくるんですが、整形者に関してはね、ポイントをねちょっと読むという感じなんですよ。ポイントを読む、ね、どんなところで出てるのかなと、あと数字とかも細かく何点何パーセントとかって覚えていくんじゃなくて、例えば出生率とかあるじゃないですか、ね、出生率が下がって少子化がどうのこうのみたいな問題が出てきた時に、最新はどんなもんかな、あ、一番新しいのは、本当に一番新しいのはそうか 1.4 切ってんのかとかさ、そのぐらいでいいんですよ。なので数字も大体、まあ、アバウトって言ってもそのあまりにアバウトすぎてもダメですけど、例えばほら育休の取得率なんていう問題が出るとするじゃないですか、働き方改革とかの一環でね、うん、その時も実際の男性と女性の育休取得率はどのぐらい違うのかって言って細かい数字を覚えていくっていうよりは、女性は8割超えてんだよねって、女性は8割超えてんだよねって、それに対して男性は、まあ、極端な覚え方としてはですよ、一桁だよねっていう覚え方でも別にいいんですよ、うん、でもいいんですよね。だからその整形者に関してはどんなところに各予備校山を張ってきてるのかなっていうのを知るとともに、読んでみてざっくりとしたその数字の印象を、持つぐらいで構わないと思います、ね、で結局何につながるかっていうと、ここにつながりますからね。時間をとにかくかけすぎないということですね、ということです。あとね、2個言っておきましょうか。あと2個ね、1つはね、時間配分ですね。そもそも模擬試験って何のために受けるのかっていうと、模擬試験を受ける理由っていうのはこれです。本番のシミュレーションです。もうこれ以外ないです、本当に。本番のシミュレーションなんですよ、模擬試験って。そのために受けるんですよ。ですよね。
だからその模擬試験何回か受ける中で解く順番とかも自分で決めていけばいいです。最初は1番から解いていってもいいです。あ、でもなんかちょっと時間が足りなかったな、時間かかっちゃったなっていう場合は、じゃあちょっと行政法からやってみようかなと、ね、そういうシミュレーションをどんどんやってほしいんですよ、うん、で僕割とよく言ってるんだけど、文章理解とか、記述とかああいうふうにちょっと時間がかかっちゃうやつはなるべく最後に回さない方がいいです。最後に回さずにどっかに入れ込んだ方がいいと思いますね。で逆に整形者っていうのはちょっと本当に時間がなかった中でもどうだろうって、これで合ってるかな、なんか合ってるっぽいなぐらいで丸していっても正解にたどり着くことはできますから、その代わり文章理解とか記述式はそうはいかないですから、必ずどっかの間に入れ込んだ方がいいんじゃないかなというふうにお勧めしています。ね、ですいません、本場のシミュレーションやるんだよということです。でだんだん慣れてきたら、特に中上級者とか上級者のレベルになってきた場合はどうするかっていうと、例えばね、3時間の模試があるでしょ。3時間の模試を2時間そうですね、例えば45分で受けてみるとか、2時間45分とか2時間40分で受けてみるっていうのもいいと思います。つまり早く提出するわけですね。あえて負荷をかけるわけです。本番よりも負荷をかけるわけです。もっと言えば、そうですね、まあ、ちょっとこれは精神衛生上良くないかもしれないけど、ちょっとあえて遅刻して入っていくとかね。つまり15分遅刻して入っていて、遅刻して入っていったらもう残り2時間45分しかないじゃないですか。そういうふうに3時間最初はいいんですよ、使っててもね、使っててもいいけど、だんだん負荷をかけていくっていうのもトレーニングの一環として取り入れてみられてもいいのかなと思います、ね、でこのそうそう、このシミュレーションとか時間配分に関しては、特に市販の模試を使う方、市販の本屋さんで売ってる模試を使う方は、ほら模擬試験の会場で受ける場合は厳格じゃないですか、時間制限が。でもどうしても自宅でやる場合っていうのは、少しもうちょっといいかなとかなっちゃったりすることがあるんで、そこはしっかり時間を厳守するようにしてください。 OK ですね。はい、であとね、模擬試験の回数ですよね。模擬試験の回数、さあ果たして模擬試験っていうのは何回ぐらい受ければいいのかっていうんですけれども、こればっかりはもう人によるとしか言いようがないんですよ。大体合格者のインタビューとか皆さん見てもらえば分かるように、そうですね、大体皆さんどうでしょう、5回から上がるとの模試も入れてね、5回から多い人で10回超えてくる人います。超えてくる人います。だから、あ、じゃあ10回受けなきゃっていうことじゃないですからね。皆さんの日々の勉強があって、その残った時間で模擬試験を受けていくってことになりますから、ご自身の可処分時間の中で決められればいいと思います。で受けられる模試も、アガルートの模試が1回あるでしょ。その他には例えばレックで2回、伊藤塾で2回の方もいるし、あるいはアガルートの模試1回で残りは市販本を何冊か買ってきて、トータルでこのぐらい解いたっていう人もいらっしゃいますしね。それも皆さんにもちろんお任せしますので、はい、というわけで、5回から10回、まあ、もっと言えばじゃあもっと少ない人もいるのかと、少ない人もいますよ。例えばアガルートの模試だけだったとかね、1回の人もいるしね。 でもとにかく大事なのはこれができればいいんですよ。これができれば、ね、どういうふうな順番で問題解いていくかとか、まずこの時間までに何番まで終わらせておきたいとかね、そういうふうなシミュレーションを立てられるようにされればいいんじゃないかなと思います。はい、まあね、時期的にもね、6月に入りまして、いよいよまあ模試ね、各予備校で模試っていうんですか、プレ模試みたいなものが始まってくる時期になろうかと思いますので、まあ、一応ね、アガルトの模試の解説としてこの辺の話もさせていただきました。はい、じゃあ、アガルトの模擬試験の、ガイダンスに関してはこのぐらいにしたいと思います。